2021年8月31日、防衛省は令和4年度の概算要求を計上しました。まあ、いろいろとあるのですが、その中で、陸自の輸送艦2隻が計上されていました。いよいよ陸自の海上輸送部隊が誕生するわけなのですが、この輸送艦を動かす乗員の要請はどうなっているのでしょうか？防衛省の全面協力で作られている雑誌、守るというのがあるのですが、その2021年10月号に、陸自輸送艦を運用する人たちが海自の輸送艦で訓練を受けているという記事が掲載されていました。ならばー。直接見に来たぞー。甲板上では乗員の方が出航作業をされています。うん、こことここにいる人、周囲の青ベースとした作業服とは違うモスグリーンベースの作業服を着ておられますね。特にこの人は陸自の迷彩服を着ておられます。本当に陸自の人が訓練してるんだというわけで確認が取れました。陸上自衛隊は海上輸送部隊の創設に向け海自と協力して人員の養成をやっています。海上輸送部隊の陸自側の要員養成が始まったのは2019年から、1期生運航要員として幹部5人、陸曹2人、機関要員として幹部3人、陸曹2人が海自で教育を受けることになります。運航要員の幹部は1年目に第1大技術科学校で研修を受けた後、2年目から第1術科学校の専務課程に進み、終了後は輸送艦にて勤務。陸曹は術科学校での研修を受けた後、輸送艦の航海課員として勤務した後、3年目に第一術科学校海士航海課程に入校しました。一方、機関の方は1期生は幹部、陸曹ともに術科学校で教育を受けた後、幹部は専門機関課程を経て輸送艦勤務に、陸曹は輸送艦勤務後に開始ディーゼル課程を立て、再び艦隊勤務となっています。2期生からは教育課程が整備され、運航の幹部は1年目に一般幹部候補生課程と民間船舶会社での現場研修、遠洋練習航海をセットにした集合教育、陸自船舶を受講し、2年目から約4ヶ月間の専門専務課程へ進むこととなり、陸曹枠で教育隊の一般海装候補生課程を経て、海自輸送艦での航海課課員勤務に就いた後、第一術科学校での海士航海課課程を受けることになりました。機関も2期生から教育課程が整備され、幹部は集合教育の後、遠洋演習航海、専門機関課程を経て、輸送艦勤務になり、陸曹は一般海装候補生課程、輸送艦勤務、海士ディーゼル課程へ進んでいくこととなりました。今回、概算要求された輸送船は、中型輸送船1隻と、小型輸送船1隻。将来的には、中型2隻、小型6隻を取得する予定となっています。それはそうと、下北さんが、出航時の見せ場、90度回答を行います。下北の監視から白い波が出ていますが、あそこにあるスラスターを作動させているからです。それはそうと、現在、自衛隊が保有する輸送船は、海上自衛隊の大隅型輸送艦3隻と、輸送艇1号型2隻のみ。それぞれが、海自の運用スケジュールに基づいて、動いており、離島部における陸自の日常的な物資輸送には、これまで、民間船をチャーターするしかない状況でした。
ただ、民間船にもスケジュールがあり、陸自が必要とする時期に、船をチャーターできないこともあり、部隊の運用に支障をきたすケースがありました。部隊運用に柔軟性を持たせるために、日常的な物資と部隊輸送、緊急時に部隊を展開させるために、必要な移動手段として、今回の輸送船の取得となったわけです。なもので、占領された当初部兵の、着上陸船という用途には、直接使うような船にはならないんじゃないかな、とは、思います。今回創設される海上輸送部隊は、海上自衛隊、陸上自衛隊による共同運用部隊ということになっています。ただ、任務としては陸自部隊のサポートなので、海上輸送部隊に関わる陸自幹部の中で、艦長の任務を担える人材が育った時には、海自は輸送部隊から手を引くかもしれません。